ANA ダイナーススーパーフライヤーズプレミアムカード a n a JCB プラチナプレミアムカード、a n a カードは全日本空輸グループが複数のカード発行会社と提携して ANA マイレージクラブの会員に向けて提供するクレジットカードである。ANA 提携カードは日本以外に米国、香港、中国、台湾等でも発行されているがここでは 日本国内で発行される ANA カードについて記述する。原則としてカードに電子マネーであるエリを含む ANA マイレージクラブカード機能が搭載されている。ただし ANA ビザスイカカードは電子マネー部分がエリではなくスイカに ANA2 メカードパスも JCB 及び ANA トップクラブックパスも マスターカードの電子マネー部分はパスも、a n a ビザにもかカードの電子マネー部分はにもかとなっているが、スキップ等空港におけるサービスについては、エディ同様利用できる。また、2014年10月1日以降は、三井住友カード発行のエディ搭載カードに、ID も合わせて搭載されている。これらのカードのうち ANA2 メカードパスも、JCB、ANA ダイナースカード、 ANA ダイナースプレミアムカードには、ANA カードの特徴とも言える垂直尾翼を模したデザインが取り入れられていない。三井住友カード及び JCB 発行の ANA カードには、学生用、法人用カードもラインアップされている。有助教用カードの発行受付は2007年7月31日をもって終了した。かつては、ANA エリオカードも存在したが、 提携解消に伴い2008年6月30日受付分にて申し込み受付を終了。また、2009年6月30日に全ての取扱いを終了した。また、SMBC 信託銀行、ANA ダイナースカードも存在したが、SMBC 信託銀行と三井住友トラストクラブの提携解消に伴い2016年7月31日受付分にて、 申し込み受付を終了し、ANA ダイナースカードに統合された。カードのグレードには、一般カード、ワイドカード、ワイドゴールドカード、プレミアムカード、スーパーフライヤーズカード、スーパーフライヤーズゴールドカード、スーパーフライヤーズプレミアムカードがある。ただし、カード会社により発行していないグレードも存在する。クレジットカードの機能として、各発行会社の発行するカードに準ずるほか、 ANA 一般カードとして主に以下のような特徴がある。クレジットカード自体の機能としては各発行会社の発行する一般カードゴールドカードに順ずる。ワイドカードとしての特徴は一般カードに加えて主に以下の通り。クレジットカード自体の機能としては各発行会社の発行するプラチナカードに順ずる。プレミアムカードとしての特徴はワイドゴールドカードに加えて 主に以下の通り、ANA プレミアムチェックイン ANA マイレージクラブの上級会員向けのカードで、ワイドワイドゴールドカードプレミアムカードと同機能のほか、以下のような特徴があり、原則として本会員、家族会員とも同様の特典が提供される、スーパーフライヤーズ入会条件、ANA カードに5払い電子マネー、ID を標準搭載。 ANA カードのボーナスマイルは、ANA マイレージクラブのブロンズサービス以上の提供がある期間においては、当該上級会員サービスのボーナスマイルとなる。仮に、ブロンズの場合は50%がボーナスとなり、ANA カードの10%を合わせて60%とはならない。本校は、ワイド、スーパーフライヤーズにおいても同様に適用する。 ANA マイレージ以降通常は100円につき1マイルが自動積算される。羽田空港内の ANA スイートラウンジを除く。国内線は新千歳空港、羽田空港、伊丹空港、福岡空港の4カ所。国際線は成田空港第1ターミナル南ウィングの1カ所のみ。登場当日に空港において当該便のプレミアムエコノミーに空席がある場合。 航空券の券種を問わず利用可能となる。国内線プラス 20kg、国際線は路線によりプラス20プラス 32kg、またはプラス1個。ANA ミリオン、マイルフライヤー制度により、会員ステータスの状態に関係なく、条件を充足する。ハット ANA ビザスイカカード ANA ツーメカード、パスも JCBANA トップアンド、 クラブックパスもマスターカードの保有者は SFC にすることが可能な ANA カードを重複保有することで入会可能。ありがとうございます。